こんにちは、作るに夢中、三峰すずです。今日は 3D プリンターでケースを作ります。以前の配信で組み立てたヘッドホンアンプ、実はずっと基板がむき出しのままでした。このままでは使いづらいので、なんとかしましょう。ところで皆さんは個人利用の 3D CAD 何を使っていますか？商用だとオートデスクフュージョン、デザインスパークメカニカル、オープンソースだとフリーCADを使っている方が多いのかなと思います。今回は私のお気に入りソルブスペースを使って制作過程をお見せします。フルスペックというよりは気軽に使えるCADです。初めてこのCADに出会った時、あまりに素敵でときめいてしまったので、日本語訳をすぐさまコミットし、後にウェブブラウザ版のパッチも書きました。今回ケースを作りたい基板は秋月電子 LM4880 仕様ポータブルヘッドホンアンプキット、 62×57mm の基板とニッケル水素電池がセットになっています。まずはこちらをCADに落とし込みましょう。この基板はマニュアルに寸法が書いてあるので、そちらを取り込みながらやっていきます。基板の外形、ネジ穴、端子の中央位置を拘束して押し出します。正面の端子を形作っていきましょう。先ほど配置した点を取っかかりに、資料の通りに円を描いていきます。裏側のマイクロ USB 端子も同じように作っていきます。これで基板を 3D モデルにできました。バッテリーは資料がないので、実測しながらCADに起こしていきます。断面のかまぼこ形状を作って押し出します。いよいよケースを形作っていきましょう。まずは先ほどモデル化した基板とバッテリーをリンクします。基板とバッテリーをそれぞれ独立のファイルとして保存してあります。モデルそれぞれを 3D 空間内に固定します。だいたいこんなレイアウトにしましょうか。ケースは2パーツ構成、バスタブ型の部分と平たい蓋の部分です。まずはバスタブ部分、基板とバッテリーを覆うように壁を作って押し出します。基板は溝に差し込むことにしましょう。ソルブスペースは曲面のソリッドの取り扱いがエラーが出やすいので、食い込ませるように形状を作った方が安全です。溝の形状を作ったら押し出します。基板は左右で支えるので、円状ミラーを利用して反対側にもコピーを作ります。バスタブの底の部分の押し出しです。充電用のマイクロ USB コネクタ、大きめの穴を開けておきます。バッテリーが動かないように引っかかりを用意します。蓋を固定するためのネジ受けを作ります。ソルブスペースは 3D 空間中にスケッチができます。その機能でまずは作りたい形状を 3D 空間内にスケッチします。その後そのスケッチを基準に作業平面、平面上のスケッチを作り押し出します。左右にネジ受けを作るので、中間地点に点を置いて、そこを軸に円状にミラーします。蓋の方を作っていきましょう。最初に基板をモデル化した際、パネル上に配置される端子類の位置も分かっているので、そこに穴を開けていきます。
バッテリーを支える部分をパネル側にも作ります。できました。パーツ2つを STL で出力します。印刷です。予定印刷時間は3時間40分。でも印刷風景をずっと流しているわけにもいかないので早送りです。 3D プリンターはクリアリティエンダー2、結構古い機種です。買い替えたいけどこのサイズはなかなかないんですよね。印刷できました。組み立ててみましょう。仮組みした時点でいくつか干渉している箇所があったのでヤスリで削っています。基板を差し込んでいきます。ちょっと硬すぎますが何とか押し込みます。マイクロ USB 端子の位置は予定通りですね。バッテリーを差し込みます。ケーブルも押し込みます。いよいよ蓋です。端子位置はおおむね大丈夫そうですね。ネジ止めします。ボリュームノブのネジを取り付けて、つまみを取り付けます。パネル部分ちょっと寂しいですね。そこでこちらダイモのテープライターを使います。こんな風にいい感じのエンボスラベルが作れます。これらを貼り付けて完成です。今回はヘッドフォンアンプのケースを 3D プリンターで作りました。これでようやくヘッドフォンアンプとして活用できます。既存のものに合わせて何かを作るときのポイントは、既存物をしっかりモデルに起こすことです。今回は寸法の資料があったのであっさりできましたが、実測で起こす場合うっかり間違えてしまいがちです。 3D CAD はソルブスペースの作業過程をお見せしましたが、いかがでしょう、使ってみませんか。私は一回きりの作りっぱなしのモデルやレーザー加工機向けのデータ作成によく利用しています。 3D CAD の選択肢は一つでも多い方がいいですので、ぜひ試してみてください。このチャンネルでは何かを作ったり、既存のものを組み合わせたり活用したり、ソフトウェア、ハードウェアともに楽しんでいます。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。